列王記第219章ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入った彼は宮廷長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせてアモツの子、預言者イザヤのところに使わした彼らはイザヤに行ったヒゼキヤはこう言っております 今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないからです。おそらく、あなたの神、主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために、彼を使わしたのです。あなたの神、主は、お聞きになったその言葉を、咎められます。あなたは、まだいる残りの者のために、 祈りの声を上げてください。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤの元に来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが、私をののしったあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに礼を置く。彼は、ある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。 私はその国で彼を剣で倒す。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いていたからである。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているとの知らせを聞くと、再び死者たちをヒゼキアに使わしていた。 ユダの王ヒゼキアにこう伝えよ。お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。私の先祖は、ゴザン、ハラン、レツエル、 また、テラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、ヘナや岩の王はどこにいるか。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈った。ケルビムの上に座しておられる。 イスラエルの神、主よ。ただあなただけが、地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御命を開いてご覧ください。行ける神をそしるために、言って起こした千ナけリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが、国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らは、 その神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。アマツの子、イザヤは、 イゼキヤのところに人を送っていったイスラエルの神主はこう言われるあなたがアッシリアの王センナケリブについて私に祈ったことを私は聞いた主が彼について語られた言葉はこの通りである「諸女である娘シオンはお前を蔑みお前をあざける娘エルサレムは お前の後ろで頭を振る。お前は誰をそしり、誰をののしったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる者に対してだ。お前は死者たちを通して、主をそしっていった。多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深くへ登っていった。そのそびえる杉の木と、 美しいもみの木を切り倒し、その果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。お前は聞かなかったのか。遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたことを。それで、 お前は城壁のある町々を荒らして、廃墟の石暮れの山としたのだ。その住民は力うせ、打ちのめされて恥を見て、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。お前が座るのも、出て行くのも、お前が入るのも、私はよく知っている。私に向かって生きり立つのも、お前が私に向かって生きり立ち、 お前の暗逸が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻す。あなたへの印はこの通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、二年目はそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、 ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れの者の、残された者は、下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者のが、シオンの山から逃れの者のが出てくるからである。万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。それゆえ、アッシリアの王について、主はこう言われる。 彼はこの都に侵入しない。また、ここに矢を放たざず、これに盾を持って迫らず、類を築いて、これを攻めることもない。彼は、元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守って、これを救う。私のために、私のしもべ、ダビデのために、 その夜主の使いが出て行きアッシリアの陣営で18万五千人を撃ち殺した人々が翌朝早く起きてみるとなんと彼らは皆死体となっていたアッシリアの王センナケ・リブは陣を畳たたんで去り帰ってニネベに住んだ彼が自分の神ニスロクの神殿で拝んでいた時その息子たちアデラメイクとサルエツェルは 剣で彼を撃ち殺した。彼らはあら手らの地へ逃れ、彼の子エサルハドンが代わって王となった。